日本語ラジオ365一期一会、お相手は夏目でお送りします。皆さんこんにちは、夏目です。このラジオでは365日毎日簡単な日本語で日本語や生活の話題を皆さんに紹介しています。短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日と明日は日本人の人間関係について少しお話ししたいと思います。昨日も少しお話ししましたが、私たち日本人は和をもって尊しとなすの精神で、基本的に言い合いをしたり、意見が大きく違ってしまうことを好みません。そのため、何かするとき、言うときにも、まず相手の気持ちや状況を考えてから行動することが多いです。遠慮という言葉がありますが、皆さんは聞いたことがありますか？この言葉は、相手の気持ちや状況を考え、たとえ本当はやりたいことであっても、行動を控えることを言います。例えば、山田さんの家へお茶をしに行って夕方になり、山田さんからせっかくだし夕飯も食べていくと言われたときに、いやいや、それは悪いよと言って断る。これは山田さんに対して遠慮しているということになります。この場合、もし山田さんが遠慮しないで食べていってよ。一人分増えたって手間は同じよ。と言ってくれたら、じゃあお言葉に甘えて。と言って、後から誘いに乗ることもあります。このように、何かの提案をされたり、何かをもらうときには、よく誘われた側は、最初は遠慮して、相手の反応を観察して、もし迷惑でなさそうなら誘いに乗る。もしあまり喜ばれなさそうだと判断したら、そのまま断るというように出方を見て判断したりもします。誘っている方も相手が遠慮している前提で何度か誘った上で、ただの遠慮なのか、実は本当に断っているのかを判断します。少し難しいですよね。私は個人的には誘う側なら上限3回までを目安に聞いたりもしますが、だいたい2回目でどちらの気持ちなのかわかります。3回以上誘うとしつこい人のように思われてしまうこともあるので、注意が必要です。ですが、これも時と場合によるもの。ビジネスでは短い効率的なやり取りが好まれますから、提案を2回も遠慮して断られて、また誘うなんてことはやっていられません。その場合は1回目で、はい、いいえの結論を出す方が好まれます。ただし、断るときには相手を嫌な気持ちにしないように、角の立たない言い方をすることが大切です。さて、遠慮ですが、あるいは何か遊びや計画などに誘われたとき、せっかくですが、今回はご遠慮します。また次回誘ってくださいね。というように、誘いを断るときの常套句としてもよく使われます。その場合、頭に「せっかくですが」をつけると、誘ってくれたことは嬉しいけれども、今回は残念ながらという意味を強めることができるので、角が立たない断り方をすることができます。好んで使われる表現です。どうだったでしょう？よくニコニコしているけど、何を考えているのかわからないと言われる日本人ですが、今日は日本人の頭の中で起きていることと人付き合いを少しだけ紹介しました。それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。またね。